カンガルー、カンガルーは、有体類相前場面の一群である、カンガルーカに分類されるが、別の分類では、ネズミカンガルーカをカンガルーカに統合し、カンガルーカをカンガルーカ、先の分類でのカンガルーカとネズミカンガルーカに分ける。オーストラリア大陸、タスマニア島、ニューギニア島に生息している。大型の競技のカンガルー、小型のワラビー、 樹上性の機能彫りカンガルーなどがいるが、同じカンガルー族に、大カンガルーも赤首ワラビーも、中間サイズのワラルーもおり、大型カンガルーとワラビーの区別は分類学的なものではない。カンガルーは、グーグイミディル語で、黒カンガルーを指す言葉であった、ギャンガーが変化したものであると考えられる。これは、直接的な意味としては、飛ぶものを指す。カンガルーという語が、 初めて記録されたのは、ジェームズ・クックの最初の公開について、王立協会会長を務めた貴族のジョセフ・バンクスが記述した文章においてであり、この時はカンガルーと綴られた。これは、もともとは、グーグーイミリル語で、オーカンガルー、灰色カンガルーの意味で、すぐにカンガルー全体を示す英語として使われるようになった。ただし、オーストラリア周辺には多くの部族が住むため、 すべての部族がこの生物のことをカンガルーと呼ぶわけではない。なお、カンガルーの由来に関する逸話としてというものがあるが、これは俗説である。体長は小さいもので25センチメートルから、大きい種では160センチメートル、体重は0.5キログラム程度の種から85キログラムに達する大きな種まで様々ある。毛の色も赤カンガルーのように、明るく赤っぽい茶色。 灰色、黄色っぽい茶、黒アラルーのように黒色の毛をしている種などがある。ただし、色のバリエーションは、同じ種内でも、季節や年齢などによっても変化する。カンガルー族の学名マクリパスは、ラテン語で、大きな足を意味する。オーストラリアではカンガルーを単に、ルーと呼ぶ。また、子供のカンガルーだけではなく、有体類全般の子供のことを上位と呼ぶ。 オカンガルーや赤カ,カンガルー、黒カンガルーなど増加傾向にある種類もあるが、絶滅した種、もしくは絶滅の危機に瀕している種も少なくはない。絶滅群は一部のみ、講子が発達しており、太い尾でバランスを取りながら跳躍することにより、獅子を使うよりも少ないエネルギー消費で高速移動ができる。大型種である赤カ,カンガルーは、跳躍により、 時速7 0トルほどのスピードを出すことができ、2トル近くの距離を時速4 0トルで跳躍し続けることができる。また、移動距離も長く、発情期には100 1 0 0トル1日程度の移動も行う。また、大カンガルーのメスが時速6 4トルを出した記録がある。しかしながら、カンガルーは後退することができない。大型の赤カンガルーは、 両手を器用に繰り出して殴り合うボクシングを行う。特に顕著なのは、発情期で、オスはメスに寄り添い交尾の時期を伺いながら、周囲から近づく、別のオスを攻撃するようになる。この際、上半身を大きく見せるポンピングを行い、それでも勝負がつかない場合には殴り合いになる。これが、いわゆるカンガルーのボクシングである。ボクシングというが、蹴りも使う。 尻尾で体を支えた両足での前蹴りで、人間ならば内臓を破裂しかねないほどの破壊力を持つ。食生は、ほとんどの現存する種類では、草の葉を食べる草食性だが、一部の種のように木の根や、キノコ、昆虫を食べる種類もある。ただし、減損こそしていないが、エカルタデタやツヨハオネズミカンガルーのように、肉食性の種類も存在していた。 他の有体類と同様、育児脳で子供を育てる。実際の育児脳の内側は非常に臭いという。多くのカンガルーは繁殖環境の良い時にのみ繁殖を行う。繁殖に適さない環境の場合、オスは精子を作らない。繁殖に適した環境になると繁殖活動を開始する。カンガルーのメスは交尾をするとすぐに出産するが、 繁殖に適さない環境や育児脳に子供がいる間は受精卵が子宮へ着床するのを遅らせることにより発生を遅らせることができる。もし繁殖に適した環境が続いた場合、カンガルーのメスは再び交尾を行い、育児脳の,の中にいる離乳前の子供と育児脳からは出ているが、離乳前の子供、そしてさらにもう一つを大河の状態で留めていくことができる。 その時に袋で育てている子供が死ぬか、もしくは袋から出てしばらくすると発生が再開する。新生児は1グラム程度もしくはそれに満たない、かつ未熟な状態で生まれる。生まれたての赤ちゃんは、相配室空から育児脳の,の中へ自力で移動し、乳首を見つける。完全に親離れする、袋に戻らなくなるまでに、オーカンガルーで通常で約44週間。 長いと18ヶ月間かかることもある。種によるが、おおむね30週間から40週間くらいである。赤カンガルーの場合、約50%は2歳までに死亡し、90%は10歳になる前に死亡する。オーストラリアではカンガルーをはじめとする野生動物が、突然道路に飛び出してくるため、自動車との衝突事故が多発している。事実、田舎の高速道路の道端には、 カンガルーやその他野生動物の死体を見かけることが多い。このような事故から、車体の損傷の被害を最小限に抑えるためにバンパーを取り付ける車もあり、バンパーのことはルーバーと呼ばれている。オーストラリアではいくつかの種が絶滅、あるいは絶滅の危機に瀕している中、一部のカンガルー類はその生息数を増やし続け、 現在の生息数は主要な4種だけで5000万頭以上とも言われている。そのために環境や農業へ被害を与えているとも言われ、特に近年は干ばつの影響により人の生活圏の側までカンガルーが進出してきたと問題になっている。また気候変動の影響を指摘する声もある。オーストラリア国防省は2007年5月14日に 干ばつの影響を受けた地域で野生のカンガルーによる深刻な被害が出たとして、キャンベラ近郊の軍用基地に箇所で3200匹前後の駆除を発表した。これに対し動物保護団体からは抗議の声が上がった。一度は撤回したものの、翌2008年5月に王カンガルー514頭が駆除された。王立動物虐待防止委員会を含む、 動物管理の専門家の協力で安楽死による苦情が実行されたものの、動物保護団体や動物愛護運動家から猛反発が起きており、この際にも10人以上の動物愛護運動家が逮捕されるなどした。一方で、一部のカンガルー類において個体数が増加し、環境や農業へ被害を与えている数種のカンガルーを対象に年間300万頭前後が商業的に使用され、 その肉は、オーストラリア国内での消費をはじめ、世界55国へ輸出されている。オーストラリア国内では、食用肉として、バーベキューやステーキ、ソーセージ、ミンチ肉、ケバブなどの形で、大手スーパーの生肉コーナーで販売されて、消費されている。なお、カンガルーの肉は、アボリジニの代表的な物資タッカーとして、消費されてきた。毛皮や皮革は、 ぬいぐるみや財布など様々な製品に加工され、広く販売されている。オーストラリアの国章にエミューと共に描かれており、これらがオーストラリアの国獣とされる。オーストラリアを代表する動物とされている。日本国内では野生種の存在は確認されていないが、2003年頃から宮城県大崎市岩出山の真山地区周辺で、 カンガルーらしき動物を目撃したとの報告が多数寄せられている。正式な手続きを踏めば個人での飼育も可能なため逃げ出した個体とも考えられるが、テレビの取材に答えた八木山動物園の飼育係の意見では東北の気候での生存は難しいという。写真なども撮影されていないため真偽も不明であるが、目撃証言は2010年になっても寄せられており、 同地区には誰かが設置したカンガルーの横断に注意を促す標識があるという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。